上越市で観測史上最大の降雪を記録するなど、県内はこの3連休、記録的な大雪に見舞われました。3連休が明けた今日、町では足元に気をつけながら通勤通学に向かう人の姿が見られました。3連休でしたけど、はい、どういう3連休過ごされました？もう雪かきの3連休で。しかし交通機関は今日も乱れ、越後ときめき鉄道は全ての列車が運休に、 JR の在来線は一部の路線で運転を再開したものの遅れや運休が発生しました。学校までの電車が動いてなくて行けないです。全く動いてない。会社の方にはもう休むって言ったんで。高速道路は現在も北陸道や上信越道の一部区間で通行止めが続いていて、北陸道と並行する国道8号線では朝から渋滞が発生しています。これから富山の方まで行くんですけど、多分今日の昼にはまだ着かないんじゃないかなっていうぐらいかと。道がガタガタで疲れました。雪のピークは越えたものの、雪による市民生活への影響は現在も各地で続いています。